どうも、つぶです。えー、岩熊エサ投手が引退を発表されたので、お話ししたいと思います。ま,あ、まずは、まあ、晩年度のね、ジャイアンツでは、まあ、けもあって、出場もできなかったのでね、非常に残念だったんですけど、まあ、本当に素晴らしいピッチャーでしたね。まあ、近鉄時代にね、初めて見たんですけど、まあ、本当に、何といってもフォームがすごい独特でね、当時は2段階モーションっていうのが、 可能だったのでまあ、野球を、ね、知らない人にとっては、た、まあ、多分当時はね、まあ、上原とか松坂、でちょっとその後だとダルビッシュ・マー君っていう選手の方がね、名前が挙がると思うので、まあ、なんていうんですかね、どっちかっていうとクロ,ート好みクロート好みのピッチャーだったなっていう印象だと思うんですけど、まあ、本当に記録も持っていてね。 楽天自体に沢村賞も受賞されましたし、まあ、僕は WBC での、ね、活躍が本当に忘れられません。まあ、確かにね、特に第2回決勝の韓国戦っていうのは、まあ、僕がガキの時にね、まあ、一郎のセンター前ですよ、一郎の,あの決勝タイムリーで本当に、ね、興奮しましたけども、まあ、よ,くよく考えてみると、まあ、岩隈投手がね、先発だったんですけどね、あの試合を壊さなかった、試合を作ったということを考えれば、まあ、本当に岩隈投手が 投球、のね、ピッチングがなければ、日本の世界一もなかったと思うので、まあ、本当に、ね、影の MVP だなっていう風に思っております。まあ、本当あとメジャーリーグ、シアトル・マリナーズですね、でも活躍されましたね。なんといってもね、あのー、今年、マイケンもミスに終わって、ダルビッシュも2回かな、ミスに終わったノーヒットノーランですよ。ノーヒットノーランをコンは,は達成しましたね。まあ、これは本当に、野茂英雄以来、2人目かな、多分。 まあそれぐらい異業を成し遂げてる素晴らしいピッチャーだったのであ、本当に忘れられないピッチャーですね。お疲れ様でした。ウィス。